諏訪ひろみのシングソングサクダイナー、風に舞い上がる白髪の花、どんなに涙止めどなく流れても飛び立てばいいさ。諏訪ひろみのシングソング作題だ。この時間は登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉時和館と浅間山麓多肉植物のパラダイス金玉園の提供でお送りします。今日も元気に諏訪ひろみさんです。よろしくお願いします。おはようございます、諏訪ひろみです。お願いします。いやー諏訪さん、はい、まあ、新型コロナウイルスの影響も全国にね広がっておりますけどもね。本当ですね、エロ、あのエロだって広がってますよね、はい、エロってなんすか。いや広がってるわ、はい、エロがってるエロがってるっていうね。とんでもないですねヒロミさん。はい、そうですか。まあ、ヒロミさんもねその影響もあったみたいでね。そうなんです。もう早速まあ、2月中の3月じゃないんです、3月じゃないので2月中だったので、うん、イベントの開催を、はいはい、主催された皆さんが相談して、うん、まあ、なくなったというか、ちょっとじゃあ取りやめましょうということで、うん、2月中のイベントだったので早速なくなりました、ね、いやこういう情報をねお届けしてるとね不安なのは受験生のお父さんお母さんもね。うん、この時期にね受験っていうのも東京行ったりいろいろされると思いますけど、まあとにかくねうがい手洗い徹底していただいてね。そうですね、まあ、あとはねいろいろとほら影響が出てくるところもあると思いますけどもね。そうですね、これ本当に難しいですよね。社会生活を営まないわけにはいかないし、うん、その何が必要なほら不必要なことはしないでくださいみたいな、うん、こう今のところあるじゃないですか。そうですね、不眠、あ不眠不休じゃなくて不要不急、あれ何でしたっけ、なんかありましたよね、うん、しないでくださいみたいな、うん、でも何が必要で何が不必要かがちょっと微妙なんですけど、でもね大事なのはあれですよ、よく寝て食べて、そうそうとりあえず健康な体を作っとくっていうか、やっぱ ね、あと持病がないってことがすごく大事なんだなっていうことも思いまして、うん、なかなか ね、お医者さんに普段からかかっている方は行かないわけにいかないですか、やっぱり ね受診しないわけにもいかないし、ね、うん、いやでもね本当にどういう形であれですね、まあ心ないニュースとかも入ってくるじゃないですか。医療現場の最先端のところにね行ってる方についてね、ちょっともうこの放送では言えないようなこう表現っていうのが あったりとか ね21世紀になったのにね、人間なんてこんなもんだなって言っちゃいけないんですけど、まだまだだなと思いますね、やっぱり、ね、うん、やっぱねそういうこうなんか冷静な判断力っていうのはね、こういう緊急時っていうのは必要になりますからね、そうですね、うん、いや気持ちわかるんですよね、なんかほら、うん、ね原因をこうなんか追求したくなるとか、やっぱ不安があるからっていうのってあるじゃないですか。うん、でもその時にまあ私のイベントの話に戻しますけれども、去年からこうね計画してお話があってみんなで作ってきて、じゃあっていう本当に間際に来てもうリハまでしたんですよ、全部したんです。でもそこで取りやめるっていう勇気もすごく必要だったと思うの で、まあそうですね、やっぱりその判断してとりあえずこういい方向へ前へ進んでいく、やっぱいろんな意見とかねあると思うんですよね。でもね、うん、なんだろう、こうほら文句言いたいのも分かるんですけど、なんかいろいろこう不安になるのも分かるんですけど、みんなで助け合っていい方向にね進んでいくように協力していきたいですよね。もうね本当心が追い詰められた時こそね、うん、その人の人間性が出る、ね、出ますね。だからやっぱりね混乱する時こそね、うん、思いやりの気持ちってことですよ、うん、もう助け合いの気持ち、ね、うん、ということでね気持ちを寄せながら、ねはい、自分のストレスっていうのは、ね、人に向けるっていう発言っていうのはね、うん、まあちょっと良くない本当にね。できればね、うん、
だからね、まあここの放送ではその何があったっていうのは言いませんけど、でも本当に医療現場で働いてる皆さんね、もう本当にそういう最前線で働いてる皆さんっていうのもいらっしゃるわけですからね、まあ、思いを寄せながらね、もう私たちできることってもううがい手洗いあとよく寝てよく食べるそう、そして人に対して優しい気持ちを持っていくなんか言いたくなったら飴でも舐めといてくださいよ。自分のストレスを人に向けちゃいけない、ね、優しい気持ちになって、ね、言っちゃったらごめんねって言うとかね、そうそう、うん、ね、まあ人間ですから人間だものっていうところはあってもね、はい、本当に一生の傷に残るようなことを言ってしまうことっていうのはね、人はまあまあある。だけどそういう時にちゃんとハッと自分の中でね飲み込む、はいはい、飲み込んで考えるってことはね大切ですよ本当にね。う、耳が痛い。耳痛いね。まあ、まあ僕にも言ってるけどね。だけどこうやってやっぱりこういう状況って本当危機感持っている人持ってない人ってね、いるけど、うん、あんまり持ちすぎても心の精神上良くないしっていうのがあるけど、現実は現実としてね、うん、やっぱ北海道の20代の学生の方もね今ね本当大変な状況でね戦ってますよコロナウイルスのね、そういうニュースもねもう全国ニュースとして入ってきてる、ね、はい、でもそういう状況の中でやっぱりね、うん、今そういう状況にあるんだっていうことはちゃんと認識しながら、技術ですから ね、うん、心は健康に、はい、健康にしてもなかなか難しいですけどね、はい、もうよく食べよく寝て、はい、ね、大事です。元気に頑張る、はい、ね、人に思いやりの気持ちを持つってことは大事だなと思いますけどね、うん、ね、精神とね、いや本当にね、はい、言葉にするのは簡単だけどなかなか実行するってのは難しいってのは分かりますけどね。え、そうですね、除菌ティッシュ持って私家の中拭いてますからねあ、ひろみさんはそうですか。でもそれ正しいと思う、うん、うん、それはやっぱりね、そういう気をつけるってのはね、そうですね、自分の、ま、自分だけじゃないので、うん、いや周りにも、いや映るのも映りたくないし、もし何か持ってたら映してもこう申し訳ないしっていうところで、そうですね、気持ちがいろいろですけれども、うん、まあ綺麗にしとこうかなみたいな、うん、でもそういう状況にあるっていうことはねやっぱ認識しとかないとね。松本人さんのコメントとかもありましたけどね、うん、SNS の時にね、うん、ちょっと握手したりサインしたりっていうのをしてたけどちょっと控えるっていうSNS のつぶやき、あ、うん、そうですね、私もね、そうそう、あのね、ちょっと話は遡りますけれども、トキワ館の感謝祭のイベントで、まあ両日こう合わせて90名ぐらいの皆様がこうなんていうんですか、会場でこう出入りというかあったんですけれども、はいはい、今年は握手しませんでした。ああ、でもそれはねお互いにってことですからね。うん、してっていう方もいらっしゃいましたけれども、うん、やっぱりこうまあいろいろあるので、じゃあ今年は投げキッスとか言ってなんか冗談で言ってもなんかこの起点が芸能界を生き延びていく散々いろいろやってますね。さすがひろみさんですよこれはね、うん、そうです ね、みんな悪い気はしないファンの方たちですか面白かったです ね、 ね、それも可愛くない顔してやってましたから、いやいやいや、ね、あえて写真撮られても可愛くないみたいな、うん、ひどい顔してねさすがひろみさんですよ、ね、はい、ということでございましてね、皆さんもね本当いろいろとお気をつけになりながら、はい、この時間はね大いに笑っていただきたいと思います、はい、笑っていただくと今日メッセージ少ないんだよね皆さん、はい、起きてますか、寝てるんじゃないかな、今日休みだから、はい、ということでございまして休日聞いてる、たまたまこの時間を聞いてるっていうね、はい、うん、縁のあるあなたからのメッセージお待ちしております。待ってます。マックス番号0267-65-888でメールの方は FM 桜平ホームページからになりますよ。若森クイズも待ってます。はい、待ってます。さあ、今日はねひろみさんのメッセージはね大概ひろみさんに全部渡しちゃってます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまずはどっちの企業からいきますかね、企業情報いきましょうか。はい、はい、じゃあいつもの通り、こちらからいきたいと思います。トキワ館情報。はい、トキワ館皆さんぜひ行ってくださいよ。そうですね、はい、はい、こんな時だからこそトキワ館いかがでしょうか。ゆっくり休むってね、はい、温泉使ってのんびりだ。はい、うん、情報その1、長野県復興割クーポンが配布第3弾が出ましたが、てん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 、なんだてんてんてんって、あ、やっぱりあれか、いろんな影響が出てるってことかな。どうだったんでしょうね。知る人は知っている、長野県内の旅行が超お得に申し込みできる復興割クーポン、うん、販売するや否や配布ですかね、即
即刻配布が終わってしまうほど人気のクーポンで、1月に最後の配布をして即日なくなってしまいました。ところがもうどこにもないはずの復興割があろうことか後から余って出てきてしまったというミステリーが発生。なんでしょうね、キャンセルとかかな、わかんないですね。あ、アクセスしてなんかそのままになったとか、うん、なんでしょうね、なんかあるんでしょうね、うん、はい、あ、原因は新型コロナウイルスの影響で、中国向けに用意していた復興割が中国からの、渡航禁止によって丸々使われずに出てきてしまった模様。せっかくだからこれは使わなければ損ということで少し宣伝したのですが、今回は前回のような勢いでなくなっていかない。どういうことか、よく見たら使える期間が2月28日までということで、2週間以内に旅行をしなければならないという代物でした。あー、これはきついね。あ、そっか、配布が行われたけれども、そっか、使える期間が短かったんですね。なるほどね。こりゃさすがにもしかしたらクーポンが余るのかと様子を見ていると、いや、さすがにお得なクーポンは時間とともにはけていって、1週間後の現在では全部なくなってしまいましたとさ。あ、じゃあもう全部なくなっちゃったんだね。よかったですね。いや、よかったじゃないですか、ね、この放送を聞いてる人にとってはまだ使えるのかっていうちょっと色めき立った人もいたかもしれないですけどね。ああ、なるほどな、よかった。でもね、うん、でもこれあのぜひ使ってクーポンゲットしたら、うん、ぜひ使ってね、長野県内来てほしいですよね。来てほしい、うん、ね、今ね、はい、うん、そして情報その2、はい、自転車大会参加者募集中、募集中、まだまだ募集してますよ、はい、小諸の高峰高原まで自転車で登るヒルクライムと浅間山の周り約 100km を自転車で走るロングライドの両自転車大会の受付をしています。主催は小諸サイクルプロジェクトなのですが、プロジェクトの会長が東館社長で、ヒルクライムの実行委員長が私、時和館の専務、ロングライドの実行委員長が薬師館のマネージャーと、ほぼ時和館で主催しているかのような自転車大会です。はい、今年はもうやめようと一旦はなりましたが、なんだかんだで第16回目の大会をすることになりました。大会の概要は車坂ヒルクライムのホームページと、グランフォンド軽井沢またはグランフォンド、小諸のホームページをご確認ください。参加申し込みはインターネットからお願いします。スポーツエントリーまたはローソンドゥスポーツの各サイトから申し込みをお願いしますということで、はい、ぜひね、すがすがしい風を受けて小諸の光景を自転車で走ってみてはいかがでしょうか、はい、皆さんいかがでしょうか、はい、はい、自転車気持ちいいよきっと小諸は ね、 ね、うんうん、いや、もう鍛えてる方はね、もうそれが気持ちいいですからね、うん、ということで、はい、以上が時和館情報でした。はい、続いて、はい、金玉園情報、金玉園情報です。金玉園の奥様花さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。このところの天気は変わりやすく、晴れて暖かいと思えば翌日は晴れても寒くて、作業着選びも大変です、うん、もう一日のうちで何度も脱いだり着たり脱いだり着たり、これはね、畑とかね、出てらっしゃる皆さんそうなんじゃないでしょうかね。いや、そうですね、もうそろそろですからね。本当ですよね、うん、いや、あの家事の方とかでもやってるんですよ、定価とかね、いろいろ作業始まってますからね。あ、そうか、もうね、あるんですよ。あ、なるほどな、はい、でも概ね暖かく、一月早くお彼岸の頃のようなお天気に最近の天気感じられますよね。うん、最近これからの多肉植物の管理についていろいろと相談されました、うん、今年は気温が高めなので多肉植物が春を感じて動き出すのも早くなると思われます、うん、植え替えや室内管理から室内管理を終えて外へ、ね、室外管理ですよね、はい、お外への管理はいつもよりも早めに行うことを考えておくことをお勧めします、うん、これあの場所を開けるとか、はい、どうやって置こうとかね、棚準備するとかいろいろあるかと思うんですけれども、これ大事ですよって、
天気の変化には気をつけて、週間予報などもこまめにチェックすることをお勧めします。うん、これは体調管理する面でも大事ですよね。朝の気温とか、うん、結構こう長野県って寒暖の差があるじゃないですか。うんうん、大事かと思います、はい、本日は休日の月曜日、うん、開演しておりますので皆さんのお越しをお待ちしております。金曜会皆さん行ってくださいよ。はい、私も放送終えたらね金曜会行きますのでよかったらまた金曜会行けば、はい、来てください。ひろみさんに会えますよ、はい、もういます。ニコニコニッコーさんみたいにねそうですね、はい、いますのでよかったらどうぞ。はい、ということで金曜会演情報でした。さあ、この時間はね、もう金玉園時和館の情報もり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 盛りだくさんでお送りしますが、はい、皆さんからのメッセージお待ちしてますよ。待ってます。一旦提供クレジット、はい、諏訪ひろみのシンゴソング作題だ。登山電車で行く絶景露天風呂の宿小諸菱能線時和館と、浅間山麓多肉植物のパラダイス金玉園の提供でお送りしました。さあ、まだ2分ぐらいありますが、ひろみさんメッセージ読んでいきますかはい、それでは出囃子ソングリクエスト。お久しぶりだなファンファンさんか。ファンファンさん、そうですね、ファンファン影の実行部隊小諸市のファンファンエアイダー2号、まだ56歳さん、ありがとうございます。最近あるファンファンさん推しなんだよねずっと長いラジオネームが売りだったのにね、ファンファンライダーさん。ファンファン、そうですね、ファンファンさんどうしたんですかあれ、なんか心境の変化があったんですか、これ。私が読めないからかなどうしたんだろう。いや、そんなことない、ひろみさんはずっといるからね私ずっと読めないから分かんないな、ずっと噛んでるから。さすがにちょっと長いかなって今更は思っちゃったとか、そういうこと分かんない。6年ぐらいずっとそれだけどね、そうですよね、ねはいはい、はい、FM 作題路を今お聞きのリスナーの皆さん、今日も元気であろう、諏訪ひろみさん元気です。元気ですそしてスーパー GD てっちゃん、スーパー DJ 元気ですか。元気です。元気があれば何でもできる。何でもできるか。記事を迎えたアントニオ猪木さん、おめでとうございます。うそ、アントニオ猪木さんもう記事なの、うん、なんかね、紫のマフラー、うん、そうそう、紫のマフラーでこう出てたんですよ。じゃあ77歳かい。はいはい、そうですかね。あらららすごいですよ ね、 記事だもんね今日もよろしくお願いします。今日のデバイスソングリクエストは夜空の向こう、諏訪ひろみバージョンでしっとり歌いにしちゃってね。おい、ちょっとあれだね、9時台にするんでしょ。あれ、ひろみさん、中井さんのコメント見ました？うん、なんとなく記者会見見ました。はい。どうでしょう、中井さん。いや、もうさすがです。素晴らしい。ねえ、もう大絶賛だって芸能界みんな。いや、私も絶賛です。ねえ、だって他の司会者入らずにね。うん、私もそういうのいいなと思います。たった一人で全部仕切って終わっていくっていう。ね、はい、諏訪ひろみさんの登場です。皆さん拍手どうぞ。さ、こんにちは、諏訪ひろみです。すごいよね。いいですよね、そういうね。いやね、でも何よりスマップファンの皆さんもね、元の、うんうん、スマップファンの皆さんも喜んだんじゃないかっていうね。さすが中井さんですよね。中井さんでしたよね。うんうん、はい。はい。なんか森さんからの急遽メールが届いてね、びっくりみたいなね。行こうか記者会見みたいな ね。面白かったですけどね、うん、はい、まだまだ続くよ、諏訪さんと月曜日、9時台もよろしくお願いします。聞いてね、歌うから。登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱能温泉時和館。1年を通して季節の企画満載、地元東新地区限定お得なプランもあります。詳しくは時和館ホームページか電話 22-0516 まで。浅間山麓標高 1000m 多肉植物のパラダイス金玉園、毎月1回ワークショップを開催中。多肉のことならお任せください。25-0923、素敵なご夫婦と看板犬チャーもお待ちしてます。It is pleasant morning beginning today also. Let's go a waku waku for search with this program. Sock Daira, wake up station. Waku waku morning.さあ、祝日でございます。この時間は中村哲郎と諏訪ひろみです。さあ、ということでワクワクモーニングをお届けしてきますが、はい、メッセージ届いてますか。はい、ファンファンさん、メッセージ送ってくださいよ皆さん、はい、送ってください。送ってください、待ってます、ね、待ってますからね、はい、送ってください。はい、まあ、お願いします。はい、ファンファンさんのメッセージが途中になってしまいましたのでいきたいと思いますけれども、はい、今日の出囃子ソングリクエストのコーナー、夜空の向こう、諏訪ひろみバージョンでしっとり歌い上げちゃってね。この曲ほんと好きだわ。頑張れ中井くん。あれれ、組んで
いいの？組んで。いいんです。そうだね。いいです。あね、カビラさん久々に聞きましたね。クワ。カビラ英二さんのモノマネでお願いね。クワ。またあのサッカーシーズン来るとね、カビラさんが台頭してきますからね。おいえみたいな。ミュージカルの世界ではずっと台頭しているカビラさんですけどね。はい、諏訪宏美さんは女性として中居くんは好きですか？オイラは男ですが好きです。プロを感じます。ほなまたちょろんということで。ほなまたちょろん。うん、好きです中居さん。いやプロですね、うん、うん、なんだろうな、うん、あの割と前から好きですね。あ、そうですか、うん、なんか、うん、あ好きっていう好きじゃないんですけど、うん、いつも好きですよね。なんか嫌じゃない、うん、聞いててずっと、うん、あの、ね、楽しいみたいな、うんうん、なんかこういろんなこうなんか噂とかあったじゃないですかやっぱり、ね、歌も好きあ噂とかあったけど結局あの個人事務所っていうね、うん、設立っていうところになりましたからね。うん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 、なんかあの点と点のなんかこうね、そうなのかそうかな、そうなのかなっていうのがあの会見でこう全部あの体系的に整理されていくみたいなね。うん。さすがですね。さすがだなって思いましたけどね。うん、はい。これから期待したい。お気になったでしょうかね。うん、あのレギュラー番組は5つ継続だっていう話ですからね。いやそういうの素晴らしいですよね、うん、さすがだなと思います。本当にいろんな意味で、ね、ジャニーズ事務所退所っていうね大きな事務所退所してね、うん、そのままやっぱこれまでの貢献度と、あの東山さんもね、ええ、あの朝の番組でおっしゃってましたけど、はい、何でしたっけ、ほらスマップのこのアイドル界におけるジャニーズにおける貢献度って絶大だったっていうね、ええええ、これからも頑張ってほしいっていうね、うん、コメントがありましたけどね、うんうん、なんかモノマネをモノマネで返すみたいな会計のモノマネを僕モノマネで返すみたいな。ありましたね。さあ、メッセージいきましょうか。うん、あ、はい、そうだ。出囃子、だいぶ遅くなりましたけども、出囃子していきたいと思います。うん、あ、そうそうそう。夜空の向こうね。はい、はい、しっとり行くかどうかわかりませんけど、ちらっと行ってみたいと思います。はい、あれから僕たちは何かを信じてこれたかな。夜空の向こうには明日がもう待っている。ウェーイ、もうちょっと続くかと思ってた。違うか、なかなか期待しちゃった。期待しちゃった。よし、じゃあ今度頑張ろう。いいよ、大丈夫大丈夫。今度頑張ろう。皆さん今日は祝日ですからね、しかもメッセージ少なめ、はい、もうどんどんリクエスト答えていっちゃいますから大丈夫かな。もうこういう時はひろみさんイッツショータイムショータイムもうぜひ送っていただきたいと思いますよ。はい、ファックス番号0267-6588-8でメールの方、 FM サクダイラホームページから。さあ今日はひろみさんに全部、あ、私回す、なんだこりゃ、え、それはなんだ、さっきのやつか、うん、あの、ね、で新しく出したメッセージです。じゃあ、ひろみさん、はい、今度メッセージ読んでください。いいですか。いいですよ。はい、ファックスいただきました。作詞ビールが命の母 A さん、ありがとうございます。ビールさん元気ですか絶対元気だと思う。今日びっしりいっぱい書いてくれた、すごいよ。さすが祝日だね祝日関係なかったっけ、ビールが命の母 A さん。そうですね、祝日関係なかった、ごめんなさい、でもきっと頑張ったのかもしれない。はい、お願いします、うん、はい、中村さん、ひろみさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。令和初の天皇誕生日はコロナウイルスの対策を受けて一般参賀も中止になったので。本当です ね、中止になったのをはじめ、東京マラソンと多くの人が集まる催しへの影響が数多く出て、うん、仕方ないですが残念です。うん、ひろみさんもイベントが中止になったそうで、あ、これ聞いて書いてくださったんですね。早いね、ありがとうございます。そんだけのスピードでねやったら筆圧で手が痛くなっちゃいます。しかも綺麗な字で漢字もたくさん使ってて、漢字なんか書けないからねもう今の時代。私も本当に素晴らしい、もうパソコンでピコピコピコって変換してくれるから ね、はい、ありがとうございます。はい、ひろみさんはもちろん楽しみにされていた方々もお気の毒でした。いや本当にね、でも次がきっとあるから楽しみにしてます。長野県は台風19号被害に続く被害で、景気ばかりではなく、気落ちしてしまうのが残念です。負けずに頑張りましょうね。本当ですね。福島の、原発災害の時と同様、今日本にも海外から風当たりが強くなっているようですが、人類が戦うべきものは
新型ウイルスや地球環境を良くすることであって、国家間や人間同士ではないはずです。早くこの問題が収束しますようにということでね、思いを書いてくださっております。先週話題のイカ人参、福島のお土産で購入しました。大好きです。よかったよかった。イカ人参は ね、僕があの福島行った時にね、同僚の、福島育ちのですね、社員の人が、いやイカ人参知らなかったら福島のアナウンサーできないでしょって俺、ね、家庭のねお母さんの味を持ってきてくださって、ね、あの一人暮らしはなかなかねそういうのも食べる機会がなかったですけど、そこで食べさせていただいて、わこれが、イカ人参というものですか。で食べて、それからね行きつけの、酒屋さんに置いてあったんでね、いつも注文して食べてましたけどね。ね、すごいですね。お土産でも売ってるし、ね、ソウルフードすごいですね。イカ人参ね、まだ食べたことがない方は行って食べてみてください。現地で食べるのが一番。本当。ね、はい。はい。他にはどうですか。はい、ありがとうございました。ですね、本当に私の方へものみんなもらったんですか。そうだよ。だから少ないんだよ今日。じゃあ哲郎さんに、哲郎さんにメッセージ私返しだ。いいよ、メッセージ私返してください。はい。とりあえず私ね、これも来ちゃったけど、これじゃあ哲郎さん、なんだ、ニコニコさん、はい、ニコニコニコさんからメッセージ、2つ来てるもんね。中村さん、諏訪さん、おはようございます。おはようございます。いつかメッセージを送ろうと思いましたが、ワクワクモーニングの9時10分台の FM サコダイナのジングルからのバックミュージックのつながりがすごく好き。今更嬉しいよ。8年越しだと。そろそろねワクモーニングの BGM 全部変えちゃおうかなと思って。そうなんですか。正直もうさすがにね7年丸7年同じの使ってるからね、そろそろかなと思ってるけど、まあこれでほらあの時計代わりにしてる人もいるからね。そうなんですよ。なかなかこうどうしようかなってタイミングがあるんだけど、耳なじみがいいから、ちょっとずつだな。ちょっとずつ変えてっか。そしたら気がついたら全部変わってるってね。あ、ならいいかもね。そうね、まあいろいろ考えてますから、はい。あと国見さんの CM から FM サコダイラジングル9時10分台の BGM オームレス給付任務のメンテナンスが終わり、昨代の雨空から虹が見える感じになり、ピアノのジングル、あるな、どこか散歩に行こうかというイメージ、9時10分からの BGM で聞いてる。なかなかこういう聞き方してる人はいないな。さすがラジオ好き。長い間ラジオ聞いていまして、この流れは個人的に一番好き。もうクメルあなたはワクモニ2、イエーイ、ワクモニ2、ワクモニ8年目にもうそろそろ入りますから。8年目長いよ本当に。そうですね。倉下翔のリメンバース月間テーマは毎月発表、皆さんからのメッセージお待ちしています。ライブのこと、バンドのこと、ここでしか聞けない弾き語りライブも毎週お届けしています。毎週火曜日の18時30分から、全国ネットは日曜日深夜1時30分からです。夢見ることをやめ、ワクワクモーニング。さあ、時計のあれは9時10分でございますね。この流れが好きっていうね。ありがとうございます。いいですよね。さあ、ここでワクモニクイズの答えを発表したいと思います。はい。行きますか。はい、行きましょう。はい、今日はですね、問題。はい、問題。でれん、卒業式に好きな人からもらうお花ってなーに、ひろみさん。いや、これ分かりませんでした。さっきメッセージ読んで気がついちゃったんですけど。分かんなかった。全然分かりませんでしたね。ボタンでございました。ボタンボタンね、ボタンボタン。でも今そういうことか。でも学生の人って今ボタン第二ボタンもらうなんてしてないんじゃないの。あー、若い子なんかね、あるんでしょうかね。もう40代仲間以上のあれじゃないの。聞いてみたいですね。今聞いている、もう休みに入ってる高校生の皆さん、あなたは卒業式の時第二ボタンを先輩からもらいましたか。制服の胸のボタン。なんであれ第二ボタンだったんでしょう。あ、なんかそれ俺調べたことあるな。なんで、あの前の番組でそのことについて徹底リサーチをした番組をやってる気がする。本当？でも全然その回答が思い出せない。
なんかすごい理由があるんだよ、第二ボタンの理由って。ね。うん。なんだろう。ちょっと調べてみる。多分ちょっと調べればすぐは思い出しちゃう。出てきますよね、きっとね。うん、第二ボタンだね。あ、多分ね、戦争とかが関わったような気がする。ああ。第二ボタンをなぜもらうようになったのか。さあ、詳しいことを知ってる方はあなた送ってください。2でも3でもいいから、何でもいいからボタン欲しいとかね。あ、じゃあひろみさんなんか学生時代もらってたんじゃないですか、結構。うん、制服の胸のボタン結構もらっていろんな人からもらうの。冗談って、はい、もらえませんでしたね。嘘、何、思いを秘めていて。いやー、憧れの先輩、ね、ピューみたいな。先輩とかはなかったですね。制服の、え、同級生、同級生もなかったですね。嘘、なかったですね。いや、僕もね、一回もらわれたことない。もらいに行ったこともないし。あ、でもあれなら結構後輩からなんか、あの、なんか書いてくださいとか言って書いた記憶あるけどな。だってボタンもらってなんかさ、あれじゃないですか、なんか怒られませんかね、なんかお母さんに、どうしたの、どうしたのボタンなん。いや、第二ボタンちょっともらってくれって言われちゃってさ。だってさ、制服とか第4ボタンまでなくなっちゃったよね。全部なくなっちゃったとかって。さあ、武勇伝、武勇伝、皆さんの武勇伝お待ちしてます。いるかな。でもほら、卒業式、武勇伝、武勇伝、制服とかさ、綺麗だったらこうほら後輩に譲ったりとかってありませんでした。私、あの、制服、え、何、後輩に譲る、うん、制服を、うん、そんな知らない。着れなくなって、ほら成長期だから、うん、あの変わるじゃないですか、体型が。だから、お兄ちゃんからこう弟制服とかなかったですか。私、全然ないな。制服もらってきましたけど、タコの制服。あ、お姉ちゃんに、うん、タコの制服。タコの制服。いや、うち制服なかったんですよ、高校が。ほうほう。で、だから、面接、いろんな面接とか試験とかに高校終わっていくときに制服なかったんで、うん、他校のジャケット制服もらってきてましたよね。何言ってるの、ひろみさん。だってそう、自分の高校と違う高校でしょ。だって別に何着ててもいいっていうか、制服ないんだもん、うん、制服ないんですよ。基準服っていうのがあって、うん、で、上田の高校は制服ない高校が多いんですけれども、なので、そのなんちゃって制服とかもない時代なので、基準服ってあったんですけど、なんか大人っぽいスーツでちょっとあれだったんですよ。で、スーツを買ってあったんですけれども、ちょっとあれだからっつって言って、紺のタコの、あのブレザーというかジャケットをもらって着てました。でも、でもおしゃれで、うん、うん、違う、あの面接みたいな、受験みたいな時に。あ、制服じゃなきゃダメなのって受験あったの。いや、みんな制服で行けませんでした。なんかあの受験、面接とかジャケット着てとか、あれ、そういう経験が全然ないな。とにかく僕も私服だったんだよ。あ、卒業式も高校私服だったから私服のまんまだよね。でもなんか卒業式とかちゃんとした時にはなんかちゃんとした格好しませんでした。全然記憶ないな。思い出すんだ。いや本当にないよ。僕なんか、卒業式何着ました。僕の卒業式の時なんて、ね、僕浪人だったから、うん、ほら大学受験失敗して、うん、でも卒業式行くでしょ。そう、卒業式行くとね、合格した人間は日の当たる窓際にいて、うん、不合格の人間はストーブの周りに集まる。いや、この法則だけ私が卒業式聞いた、分かった、覚えてるのは、うん、でも何着てました、何着てました。私服。卒業式なんか爪襟とか着ませんでした。爪襟ない、だって中学前だもん。僕高校だって私服だもん。いや、一応そういうその式典みたいな時には、うん、みんななんかちゃんとしたの着てくるんですよ。みたいな、いや、そうじゃなくて成人式それ。だからジャケットとか、あれ修学旅行とか用に、修学旅行、私服。一応私服だけどちゃんとした格好してったんですよ。それでね、僕だけあれだろう。いや時代が違うから、ほら時代がちょっとだけ ね皆さんいろいろなこう経験されてると思うんですけど、とにかくでもありましたよ。なんかほら、ね、着れないとあれだからもらうとか回すとか、カバンとかだってありませんでした。カバンね、うん、カバンはなんか記憶にあるな、誰からもらった。だからなんか、うん、そんな感じで、うん、こうね、もらって、いや、なくなっちゃったらお家帰ってお母さんに怒られないかな、男子みたいなことを思ってましたね、うん、あ、ボタンもらわれちゃってそんなこと考えてましたね。モテるモテないっていう問題じゃないでしょ、それみたいな。お家帰ったらお母さん怒らないかな、怒られるだろうみたいな、ね、そんな感じでしたね。皆さんは第二ボタンの思い出があるんでしょうか。あるという方はぜひメッセージ大募集、ね、先輩みたいな、うん、その憧れたよな、そういうの。
全くないもんな。来てほしかった。あ、ないない。誰か来ないかなみたいな。第二ボタンで高校大体第二ボタンないし私服だし。中学の時とかね、ちょっと期待した感はあったけどね。うんうんうん、全くないね。ああ。うん。周りでもらわれてる子とかもいませんでした。あ、いるいる。いました。あのコシさんとかね。知らない知らない、誰誰、友達、あ、同級生の子、ね、茶髪でさ、モテたんだね、おイケメンでさ、部活動とか、あのすごい運動ができるのに、うん、あえて部活動に入らない子っていたじゃん。あ、いますね、そういう子、ね、すごい運動神経いいんだけど、ほら、うん、スーパーリハイスクールロケンローじゃないけど、あんなんだよ、僕らの時代は湘南爆走族か。あ、それ系バー入って、うん、それであの軽音楽部じゃないんだけど、うん、ベースをやりながら、あのボーイのコピーバンドを、あ、俺コウハだぜみたいな、ボーイボーイ、あ、ボーイかっこいい、ボーイ、鏡の中のマリオネットあ、そこかもうビーブルそこかバーンやって、もう持って持ってのコシさん、もうコシちゃん、コシちゃんいい、またねコシちゃんってね、僕は柔道部だったけどね、うん、まあ怖がられてるんだけど、なんかね、私あの八田先輩って人もが、あのね、はい、やっぱこうなんすか、あのそういう世界にいながら、うん、柔道部で頑張ってる人って多かった、周りに。ね、でもね、ほらそれ僕にとっては部活の先輩じゃないですか。うん、だからね、すごいいい人が多いんです。おすごいね、あれよくしてもらいました、ね。いい思い出です ね、 ね。モテたな、星さんは。うん、同級会に今度行ってみたいね。うん、はい、じゃあメッセージいきますよ。星さんもらってた、はい、メッセージいっちゃいます。おたまじゃくしさんのメッセージです、ありがとうございます。シングソング作大ら、ひろみさん、中村さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。昨夜は広島から次男夫婦が帰ってきて、うどの煮物、吹き味噌、ぬか漬け、追いだり焼き鳥、恋の洗い、すごいすごい、とうとうの夕食、作上田の融合だ、すごいすごい、作上田融合だ、等身大万歳ね、5人でおしゃべりしながら久々に楽しい夕食になりました。はい、続きは CM 明けな、檻の中の男子校スタジオリターンズドラン、音楽情報バラエティー、クンゴンボンゴ、インディーズアーティストを応援、インディーズで GO、 ドラマー必聴、ドラマーになりたきゃこれを聴け、こだわりの洋楽選曲とともにお送りします。クンゴボンゴは毎週木曜夜8時から。ミュージック&コミュニケーション 76.5 FM FM サクダイワクワクモーニング 76.5 FMはい、ということでございまして、9時20分でございます。はい、メッセージ途中だったんでこれだけですか、うん、読んじゃって、すいません、はい、おたまじゃくしさんのメッセージ、おたまじゃくしさん、はい、今日は朝早くから軽井沢に向かう予定です。おー、どこに行くんだろうね、いろいろ楽しみです、うん、何するんだろう、気になる、あるだね、はい、うん、ひろみさん、月曜日素敵な歌声楽しみにしています、生歌リクエスト、柏原芳恵さんの春なのによろしくお願いしますということで、後ほど歌っていきますよ。春らしい日差しになってきたからね、これ気温ぐん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 上昇中なんじゃないね、はい、今日上がる予定ですよ、多分、ね、11度まで上がるね、はい、ね、クイズの答え言うって言っては忘れましたけど、はいはい、クイズの答えはね、ボタン、ボタンね、一番賞はね、ラジオネームふったこブラクダさん、おめでとう、おめでとう、クイズの答えはボタン、ボタンの花ですね、行ってきます、今日はあれだ、お仕事さん頑張ってね、頑張れ、二番賞はこの方、ラジオネームラジオの旅人さん、おめでとう、イエーイ、おめでとう、ボタンでファイナルアンサー、そして三番賞は誰だ、ワグモニクイズ頑張れまこちゃんさん、イエーイ、ガチでもボケでもあなた次第、中村てっちゃんクイズでポン、答えは一部の後輩からくん付けで呼ばれている先輩も珍しいんですが、高橋くん裏ボタンくださいよ、絶対絶対 100% 大事にするんでマジお願いしますと笑いながら言われ、学校では認められていない裏ボタンを後輩にあげたけど、こいつ絶対大事にしないよなと瞬時に思ったで、ファイナルアンサー卒業アルバムに寄せ書きしてくれた2年の阿部、お前のことだってね、ほら大体覚えてんだよ、男ってのはこういうことね、なるほど、そうなんだ、はい、ということでございました。はい。はい。さあ、行きましょうか。はい。ニコさんから、いただいたメッセージを紹介したいと思います。ニコニコニコ、うん、これ読んでもらった方がいいかな。朝、なんか早くください。早く読めなさそう。はい、お願いします。できました。あれ、これ読んじゃったんじゃない、はい、同じですか、違うか。違う。うんうん。諏訪さん、中村さん、おはようございます。おはようございます。富山は晴れてます。いいね。うん、サクダラも晴れてるよ、今、うん、気持ちよく。うんうん、
連休中は良い天気ですが、なるべく外出を控えている状況でゆっくり過ごします、うん、でも関係ないけどさ、明日咲くは雪なんだよね、うん、え、そうなの？雪ですよ、雪雪ね、雪、もうスキー行ってくださいよ皆さん、うん、もうちょっとでスキー終わっちゃいますからね、うん、先週のシングソングサークダイラの動画録音を聞きました。ああ、ね、動画って何？録音でしょ？うん、録音だと思う、うんうんうん、諏訪さん怖い諏訪さんの悪魔的なマインドコントロールそれにつられた僕、カレンダーを外そうか考えてます。どうしてですか？なんかあったな、そういうくだり先週。あ、怖いとか怖くないとか。ひろみさんは怖い。怖くない、はい、大丈夫大丈夫だってカレンダー外しちゃダメよ、はい、外しちゃダメだって。前よけだからね、前よけ、うん、そうそう、ね、もう FM さんこないのはもうそのカレンダー去年に引き続き2枚貼ってあるからねこのスタジオ怖いな、すごいよ本当に。すいません、申し訳ございません。はい、今日のテーマは教えてもらったこと、はいはい、僕は小さい時から祖父祖母に水は万物の源で感謝しないといけないと教えてもらいました。まあそりゃそうだ、体のだって 90% もね水分だからね。そうですね、命は海からみたいな感じですかね、特に冬場は缶の水は神聖で起きた時に飲むと薬と同じ効果があると言われる。あー、なるほど、缶の水ね。起きた時は水の家の井戸水を汲んでいます。へー、富山は水が豊富で名水いくつかあります。そう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 、米やお酒海産物にも恵まれていますが、ね、本当だよね、うん、水のありがたみを改めて感じました。今日のテーマはいいテーマあ、そう、素晴らしい、ね、で水って確かにね、うん、大切ですよね。朝一杯水飲むといいとかね。あれでもさ、ひろみさん、あれ水飲んでる最近？え、朝朝はあんま飲んでないですね。いやだけどね、お茶系ですね、本当にね、それ思い出してね、はい、あの朝水飲むんですよ。はい、おーすごい。でもね、あんまり美味しく感じないね、体調が悪いせいかでもね、小さい頃思い出して、小さい頃の水って、そうですね、起きた後の水ってうまかったなーって。あ、飲んでましたね、ですね、結構うわ、ごっくんごっくん飲んで朝なんか。もう学校の水道の水とかも、あの、おいしい水道とおいしくない水道があって、そんな後なんかちょっと砂糖入ってたじゃないですか。違うんです、違う、おいしい水道のところまで行って飲んでましたよ。嘘、何それ、はい、わざわざ、あれじゃないの、冷えてる水道とかじゃないの。なんかね、水道管のね、あれが違ったんじゃないかと思うんですけれども、あったんですよ、好みがいろいろと水の好みすごいよね。 うまいところの水道に行って、子供の時って、そういう水の味覚ってのもしっかりしてるわけだからね。うん、いや、実家の水は今でも好きで飲みますけど、ね、家の水は飲みませんね。何でしょうね、自分の家の水ね、うん、今の家の水は。いや、そうだ、サクだってそういうことあるもん ね、きっと。だから飲むんだったら湯冷ましとかのお茶を飲んでますね、うん、湯冷ましいいんですよ、湯冷まし。そうだよ、サクだって、うん、自分のところの住んでるところの方がね、うん、青とかあるんだから。そうそう、青合わないとか ね、ありますからね、うんうんうん、まあ水はね、でもね、小さい時に飲んだ水のうまさを取り戻したいね、マジでね。そうですね、その裏に歌詞が書いてあるから、その日光さんのメッセージは私にください。あ、わかりました、わかりました。待ってね、それでいいんだな。諏訪さんへの生歌リクエスト、松任谷由実、優しさに包まれたなら。諏訪さんの怖いイメージを払拭するために、ゆずにこの曲で優しい気持ちに私はなりたい。はい、どうぞ。後で歌うからね、日光さん。日光さん、ヒロミさんに騙されちゃダメだ。騙されてないか。騙されてないか、ヒロミさん。わかんない。騙されてるかもしれない。いないいないいない。騙されてるかもしれない。大丈夫だよ。よくわかんないけど、何が大丈夫だ。私についてきてる。はい、あとなんだ。あ、第二ボタンの話題、頑張れ、まこちゃん。うんうん。ね、心臓から一番近いところにあるボタンだからと僕は聞いてます。ああ。あなたのハートを打ち抜くはバキューンみたいな。あなたのハートを打ち抜くはバキューンみたいな。だから第2ボタンちょうだいって。第2ボタンプリーズ。第2ボタンプリーズです。ね、え、今でもやってんのはね、ちょっと高校生のみんな教えてくれない？でも今受験でそれどころじゃないとかね。だから第2ボタンないんじゃないの？ブレザーはダメです。ブレザーはね。ブレザーの第2ボタン。ブレザーのダメだ。ブレザーのだいぶ下ですもんね、ブレザー制服だったらね。ブレザーだってどうせさ、それ着ないんだからいいじゃん、別に着ないでしょ。え、違う違う、ほら、ブレザーの第2ボタンはちょっとお腹のあたりじゃないですかっていう、ね、どうしてそういう変なことばかり思っちゃうんだろう。だ、胸の近くじゃなくてお腹だからダメだ、ね、どうせそうなブレザーは第一にするとか、おへその近くだとダメですみたいな
いや、おへそ大事ですよ。おへそ大事だよ。おへそ大事。ね、皆さんメッセージ怠けてません？メッセージお待ちしますからね。待ってます。待ってますか皆さん。まだ待ってます。ね、今日休みだからな。怠けてるわけじゃないからね。うん、はい、休みだからな。いつも感謝ですよ。もうこのラジオ聞いてくれてるだけで感謝。ね、本当皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ね、メッセージ余力のある方はぜひ送ってください。待ってます。クイズは終わっちゃってますけどね。はい、あなたの週末、あと3連休の過ごし方、うん。今日はどんな風に過ごす予定ですか？皆さんからメッセージ待ってますよ。待ってます。あとね、ひょっこりメールで、はいはい、頑張れ孫ちゃん、中村さん起きてます、オープニングから聞いてますけど必死こいてメッセージを作成してる、ありがとうございます。あとはね、あ、孫ちゃん来てんな、うん、なんか長いメッセージが、あ、嬉しいですね、嬉しいです、送ったと思ったら長いって言われて、長いってどういうことだよって、どういうことてっちゃんって、すごいなこれ、長い、いっぱいいっぱい、クォールさんも来てる、おあるじゃんあるじゃん、クォールさん、うんうん、中村さん、諏訪さん、リスナー皆さん、おはようございます、さまざまな影響が出てる横浜、うん、横浜思い寄せましょう、ね、本当に、ね、休日でゆっくりしすぎました、週末ですが土曜日アランヒルズが出演したフリーライブ、うん、あ、うっそ、アランヒルズ東京で、あ、そこ東京でやってたんだな、うん、ちょっとこのくだりね、あの後で紹介します、はい、はい、ひろみさんとは後ほど9時51分からになりますけど、はい、歌うから聞いててね、そう、まだまだ歌のリクエスト待ってますからね、そうそうそう、待って、はい、9時29分です、はい、中村ブラザーズの中良でいかざー、中良でいかざーとは長野県佐久市の方言で大体でいきましょうという意味です。佐久出身の中村兄弟が日々の出来事や世の中の気になることを独自の目線で勝手に根拠もないトークを繰り広げるゆるい番組です。毎週土曜日午前10時より、ドンメッセ、ワクワクモーニングトラフィック and weather information。 さあ時計の針は9時30分、まもなく31分になろうとしているところです。中村哲郎がお届けしています、桜井のメイクアップステーション、ワクワクモーニング、この時間はトラフィック&ウェザーです。道路状況とお天気をお伝えしてまいります。長野県内おおむね晴れています。今日は高気圧に覆われるためおおむね晴れるでしょう。明日は低気圧が黄海から日本海西部へ進み、前線が東日本まで伸びる見込みです。このため曇りで夕方から雨か雪となるでしょう。全国の天気、札幌は曇りで夜の初め頃一時雪でしょう。仙台福島は曇り時々晴れでしょう、そして東京です、晴れの見込みです。名古屋は晴れ、大阪京都晴れ、福島晴れで夜は曇り、那覇は晴れるでしょう。全国の天気お伝えしました。道路状況とお天気でした。今佐久平で話題沸騰中のこの番組、メンバー全員登場、マニアックな話をすると極端にメールの数が落ちてしまう番組、アミヘラスカルテットのまた会いましょう、火曜日夜7時から、辻、平野、石毛。はい、皆さんからの追い込みメールファックスお待ちしてます。今日は3連休、ね、週末報告も踏まえて今日どのような予定か教えてください。そして今日のテーマ、教えてもらったな、家族、先生、近所の人たち、教わって未だに忘れないこと、もの大募集ということで、ね、受け付けておりますよ。ラジオネームクォールさん、アランヒルさんのライブにね、行ったということですね。柵によく行くんですよと話したら、柵にお知り合いでもいるんですかと、グッバイエイプリルが好きなんです、あと FM 柵田の中村さんもお会いしたことがありますと、勝手に知り合い気取りしてしまいました、すいません、全然すいませんなことありません。もうアランヒルズのお二人だったらね、もう行ってくださいも何でも、ね、もうアランヒルズも応援してくださって嬉しいですよ。またね、井出さんが新曲とかね届けてくれればね、もうバンバンバンって感じですけどね、もうバンバンバンっていう、もうパワープレイパワープレイパワープレイですよ本当に。アランヒルズファンの皆さん、またね情報を寄せくださいね。日曜日はグッバイエイプリルのファッションイベントのライブ、あれなんだっけ、ファッションイベントのライブって聞いてたっけ、なんだファッションイベントのライブって、なんかファッションショーの曲を提供した、もしくはあの1月1日のね広告で、あのイオンのね広告に、あの倉科翔さんがね出てましたけどもね、倉科さんがファッションイベントにモデルとして登場した。なんだろうファッションイベントのライブってね。横浜、都内でなんだか殺気分的を味わいました。
まあ、東京ね、首都圏でアランヒルズもグッバイエイプリルもご活躍ですからね、うん、まあ、大いに応援してね、 FM 桜田の皆さん聞いてくださいと横浜のクォールさんが言っていただければ効果絶大ということでね、好きなアーティストの番組を聞くのにね、コミュニティ FM 地元のふるさとの放送局に合わせるっていうのね、まあ時代でしょうね、これまた一つね、またねよろしくお願いしますよ。それでね、ひろみさんお久しぶり、先日行われた時和館感謝祭、諏訪ひろみ歌謡ショーがすごく楽しく盛り上がったとプリトモさんから聞きました。実は毎年毎年お誘いをいただいてるんですが、平日でなかなか予定が合わず、早くも来年こそはぜひと誘われていますので行きたいということですね。クォールさん、ひろみさん、中島みきさんのファイトお願いしますってリクエスト来てますからね、まあひろみさんお願いしますよ。あともう一個ぐらい読んどこうかな。どうしよう、まこちゃん読んでくる。あ、それね、それそれそれ、はい、ね、メッセージ来てますからね、リアルタイム皆さんどんどん送ってくださいよね、今日メッセージ待ってますからね。ラジオネーム頑張れまこちゃん、ここで読んでおきましょう。娘さん、なんだっけ、娘さんじゃねえや、中村さん、諏訪さん、そしてサンドの飯よりワクワクモーニングというリスナーの皆様、でもまこちゃんの娘さんのあの情報が入ってきちゃって、娘さんって言ったらごめんなさい。東京江戸川区の秘密基地よりおはようございました。賞味期限がやばかったこともあり、動画のネタ用に保管しておいたベヤング超超超大盛りギガマックスマヨネーズマックスカロリー2174キロカロリーを今食べている誠くんであります。すごいね、2174キロカロリーって1日分じゃないの、まこちゃんにしてみればね。僕なんかすぐペロって食べちゃいそうですけどね。ちなみに付属のマヨネーズはスマホサイズ。何、スマホサイズなの。いや、それ全然なんか見えないな、スマホサイズのマヨネーズ。メッセージテーマ、教えてもらったのは家族、先生、近所の人たちに教わっていまだに忘れないこと。車を運転していて大きな通りから路地裏の道へ曲がりたい、うん、もしくは入り込んだ道で見通しが悪く壁の影や木の枝などで曲がりたい方向の標識が確認困難なような時、一時停止または徐行して曲がります。しかしそこは一方通行の道路で、あなたが逆走してしまっている状態だったらどうしますか。標識が見えない、見えづらくて分からなかったといった言い訳も通用しませんよね。そこで標識を見なくてもその曲がりたい道が一方通行なのか対面通行なのか区別がつく方法を相当昔に聞きました。道の幅に関係なくその道が一方通行ならば道の端から端まで白線が引かれています。もしその道が狭くても対面通行の道ならば対向する側の停止線部分に道幅の半分だけ白線が引かれています。何これ、対面通行の道ならば対向する側の停止線部分に道幅の半分だけ白線が引かれている。道幅だけで判断していかないでください。道幅があっても一方通行は一方通行だし、道幅が狭くても対面通行は対面通行。標識が木の枝や壁などで見づらいとき、第二の標識目印として一方通行なのか対面通行なのか判断材料としています、ね、もう一度言いますよ。道の幅に関係なくその道が一方通行ならば道の端から端まで白線が引かれている。もしその道が狭くても対面通行の道ならば対向する側の停止線部分に道幅の半分だけ白線が引かれているということでございます。参考にしていただきたいと思いますよ。昔教わったな。サブテーマ、あなたの週末報告。金曜日、娘の公立高校の受験日でした。結果発表は来週月曜日3月2日。今度は勘違いしてませんよ。さてと、焼きそばの表面がカピカピに乾いていたところで、中村さん、佐々さん、リスナーの皆さん、ハッピートゥモロー。いいね、このハッピートゥモロー、かっこいいね。さあ行きましょうか、我ら作音楽会、今日の曲ですよ。今日の曲はこの曲です。
いや懐かしいですね。岩村田小学校4年生の今年度の音楽会の曲の中からお届けしました、ドラゴンクエストロトのテーマでした。おてっちゃんの鉄分補給出発進行。幅広い鉄道分野を皆さんと一緒に楽しむワイドレンジゆる鉄番組、毎週水曜日夜7時半出発進行。ミュージック&コミュニケーション 76.5FM FM サクダイラ。さあ野沢北高校の美術班の方からですね情報いただいてますが、第9回東京学長展3月2日月曜日から8日までね、いつもおなじみのギャラリー八重洲東京で行われるということですからね、東京に行かれる用事のある方で野沢北高校の美術班関係される方、ぜひ3月2日からもう東京駅すぐ近くギャラリー八重洲東京になります。問い合わせは 03-3278-062303-3278-0623ですよ。さあエンディングです。ひろみさん。はい、スマひろみです。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいどう汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で降る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。港に沈む夕日がとても綺麗ですね。あなたはあなたを乗せた船が小さくなってゆく。小さい頃は神様がいて不思議に夢を叶えてくれた。優しい気持ちで目覚めた朝は大人になっても奇跡は起こるよ。カーテンを開いて静かな木漏れ日の優しさに包まれたならきっと目に映る全てのことはメッセージ。制服の胸のボタンを下級生たちにねだられ頭をかきながら逃げるのね。本当は嬉しい癖して人気ない午後の教室で机にイニシャル彫るあなた。やめて思い出を刻むのは心だけにしてとつぶやいた。ああ卒業式で泣かないと冷たい人と言われそう。でももっと悲しい瞬間に涙は取って起きたいの。春なのにお別れですか。春なのに涙がこぼれます。春なのに春なのにため息また
つファイト戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろうファイト冷たい水の中を震えながら登ってゆけ春は名のみの風の寒さや谷のうぐいす歌は思えど時にあらずと声も立てず時にあらずと声も立てずウィーン長かった失礼しましたはいということでね、はい、またひろみさんへのリクエスト来週月曜日お待ちしておりますよよろしくお願いしますザザッとマルコ元気さん、はい、ね仕事しながら聞いております頑張ってね頑張っていろいろウイルス肺炎大変ではありますけどねみんなでぼちぼちやっていきましょう、たまにはカラオケと昨日はカラオケ行ってやはりカラオケと言いますと自分に合うキーの合わせ方って難しいですねひろみさんそうですね自分に合うキーの合わせ方ねまた教わってください、うん、だんだんカラオケ上手くなりながら NHK のど自慢出演お頑張ってよ頑張れ私も出ました、うん、はい頑張れまこちゃんさん我ら作音楽会ドラクエのオープニングが懐かしく聞き入ってしまいましたそれと同時にドラクエ2で使っていた復活の呪文シガバリソポケキヤヌニペチパパゾグスヒマペピヘポゲフメイユロタジツラーネワタブサコゾンエレピアヨワスモロバ52文字の復活の呪文を思い出しましたすごい、ねあの時はあの呪文が合わなくて涙したなっていうね、星ばあばさんひろみちゃんの元気な歌声元気もらってますってひろみさん一言星ばあばさんいつもありがとうはい、入れる1375さんも元気かななんてメッセージ届いておりますが、はい、ここまでお会いで中村哲郎とさあひろみでした